はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、9月のハヤトリソンの成長記録つけていきたいと思いますので、ハヤトリソンの成長気になる方、1月からね、見てくださってる方は、ぜひ最後までご覧ください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは早速、成長記録つけていきたいと思います。ということで、ヘリオンフロアに続き、こちら、ハヤトリソンのね、成長記録、今回もね、つけていきたいと思うんですけれども、一応先月と、育て方変えた点は遮光をしたっていうだけなんですけれど、まあ結構調子良かったんじゃないかなって個人的には思ってます。はい、なのでぜひその成長の様子をご覧になっていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。はい、ということでまずはお譲り先決まってるんですけれども、こちらバイオハザードの子株ですね。まあ、前回の動画で紹介したんですけれども、まあかっこいいっすね。ぜひ新天地でも頑張ってもらいたいなって感じです。はい、お次こちら、パンチさんからのですね、ビカルカラタじゃなくてビラリカビカルカラタね、ペンだ、ビラリカになります。一応このお豆みたいな補充用が夏にできたやつで、このちょっとトゲトゲがやっと出てきたやつがこの遮光してからになります。なんかやっぱり育ちが違う気がする。はい、いい感じ。はい、ギリギリ生き残ってくれたワーウルフ、ワーウルフですね。まあこの子は結構暑さにはあんまり強くないかもしれない。一応新芽が動いてきました。マジでよかった、本当に焦った。はい、お次こちらブリストルトゥースでございます。まだギリギリ、やっぱ暑さには耐え、ギリ耐えられたのかなって感じで、まあ、だいぶこの遮光してから成長が良くなってきたかなって感じです。ちっちゃいですね。はい、お次こちら京都レッドです。これはね、結構この夏すごく上手に育てられたんじゃないかなと思います。まあ、モリモリではないんですけれど、色合いをねしっかりキープしたまま育てることができたので、これめちゃくちゃかっこよくないですか。はい、これ多分今回サムネですね。はい、この子もなんとか夏枯れから復活してきました。オールレッドですね。この子はなんか結構きつかった感じではあるんですが、うん、小株ができてる。一応やっと動いてきたって感じですかね。はい、お次こちらシャップデストラクションになります。だいぶサイズ感は大きくなってきたかな。で、ちょっとこの色抜けもいい感じに出てきましたね。かっこいいっすよね。これもね、ほんと好き。早く大きくなってほしい。子株も大量に出てるので、モリモリにしたいと思います。はい、で、結構視聴者さんの人気があるファランクスになります。一時全部なくなったというか、葉っぱがなくなったの覚えてますかね。そこからここまで復活してきてくれました。株数もかなりありますね。はい。なんか欲しいって方が結構いらっしゃったので、まあ、そのうち株分けしていこうかなって思っております。はい。お次こちら、斑入りハエトリソウですね。すごくないっすか？ブリブリ。一応、斑もね、ちゃんと入って、わかるかな。じゃあこれはね、縁に入るタイプのフィリハエトリソウなんですけれど、見づらいな、まあ、入ってるのわかるかな。はい、ちょっともりもりすぎて見づらいんですけれど、すごく綺麗なピンク色のフィリハエトリソウになります。はい、お次こちらフェニックスですね。すごく綺麗な補充を展開してくれております。ただね、ちょっと成長点が埋もれてきちゃったので、そろそろ植え替えしてあげないと詰まっちゃうかなっていう感じなので、そろそろ植え替え検討株になります。はい、お次こちらモウセンゴケではなくて、アスペラになります。すごく派手なアスペラになってきましたね。到着時は結構緑色が強かったんですけれど、めっちゃ赤くなってきちゃいました。
私は赤い方が好きなので、私はこれでこのまま管理していこうかなって感じです。で、あの親株の方はね、外で真緑で元気よくやってますので、まあ、それはそれで2つのアスペラが楽しめて、すごくいい感じでございます。はい、お次こちら、ジャイアント駆動になります。あのポストしたんですけれど、これね成長遅えなと思ったらあのこのお豆ちゃんみたいな色の子たちがね地面に埋まってたんですよね。なので掘り出し作業というか周りの土を取っ払いました。はい、これどんどん下に潜っていっちゃうんですね、だから結構高く植えたんですがダメでしたなので、まあ、ある程度モリモリになってきたらちょっとやっぱり植え替えしていかないと詰まっちゃって成長点が動かなくなっちゃうので、ちょっとどうにかしなきゃなって感じです。はい、お次なんかすごいことになってるシャークティスですね。なんか なんだこれは、なんかよくわからない長くなってたり短くなってたり、まあ、結構寒暖差つけてきたからもうもしかしたら秋仕様なのかもしれないですね。シャークティスみたいにエレクタタイプのやつってこう寒くなってきたりするとだんだんこう葉柄が短くなっていくので、こんな感じでロゼットっぽくなります。はい、でこちらも一応斑入りハエトリソウになるんですが、ちょっとまだねわからない、斑が入ってるかです。わからないはい、昨年は結構綺麗に育てられたクロスティースになります。画面越しだとめちゃくちゃ色鮮やかですねあのちょっとね埋もれちゃってて少しかっこよくないんですが、多分秋に向けてねちょっと植え替えしようかな。なんか苔が結構生えてきちゃって、夏に向けて、秋冬に向けてちょっとまた形よくしたいと思うので、そろそろ植え替え検討かなって感じはしております。ただやっぱりかっこいいっすね。お次こちらパヤラになります。まあ特徴のある補充葉はあんまりまだ、まあ、ここがちょっと特徴出てきたかなって感じはするんですけれど、まだちょっとね普通のハエトリっぽさは否めないかなっては思うんですけれど、若干こう内側向いてる少しはウルフっぽさが出てきたかなっていう感じです。はい、暑さにかなり苦しんだバーシペルムになります。ようやくまあこんだけ出れば結構特徴出たと言ってもいいんじゃないでしょうか。ようやくハエトリっぽい補充葉がやっと出てきてくれました。かっこいいですよね、赤いワーウルフ系。これなかなかいい品種かなと思います。はい、次こちらバリエガタ菌ですね。まあ麩に関しては まあなくはないんですけれど、すごい派手風ではなくなってしまったかもしれない。うっすら麩が入ってるの分かりますかね、うっすらまあいいんです、かっこいいからはい、このままモリモリにしていきたいと思います。はい、お次こちらスポッティですね。もうこちらもやっぱ寒さを感じてきているのか、もうロゼットになってきちゃって立ち上がってこないんですけれど、しっかり血しぶきは健在でございます。かっこいい、スポッティマジでかっこいいっすね。これはすごくかっこいいです。はい、お次こちらドラキュラになります。まあちょっと成長遅いのと、これもねちょっと埋もれてきちゃってるのでそろそろ植え替えたいなって感じはするんですが、なんでこんな埋もれちゃうんだろう。そんなに埋めてるつもりないんですけれどね、ちょっと葉っぱが黒ずんでるのが怖い。ちょっとこの後薬まこうかなって思います。はい、最後こちら生きてましたカップトラップ、この子は本当に暑さに弱い。やっぱり遮光してからすぐ出てきましたね。よかった、マジで死んだかと思いました。
だいぶ元気になった感じで助かります。はい、ということで今回はハヤトリソンの成長記録つけていったんですけれども、やっぱり社交してからだいぶ成長変わりましたね。だいぶ元気になってきたなって感じはしております。で、まあこの後はどうしていこうかなって感じなんですけれど、一旦まだ植え替えは後かなって感じで、めっちゃ11月ぐらいに少しずつ植え替え始めていこうかなっては計画中です。で、室内で冬越しできるか問題で結構いろいろ質問いただくんですけれど、わからないんですが、まあなんかね、昨今のハエトリソウでね、あんまり休眠を完全にさせなくても意外となんかいけちゃうんじゃねみたいな子もいたりしなくもないんじゃねっていう私の見解です。まあこれでね、来年の春以降すごい元気なくなってきたら撤回しますけど。でも一応うちの部屋の中でも去年は休眠っぽいことはできたので、意外とね室内は寒いということが分かりまして、まあわざわざね0度近くの外に出す必要もないのかなっては思っております。割と外の方が私リスク高いと思ってまして、もし外管理される方はね、もうある程度ちょっと風よけとかなんか少し防寒対策をした上で外管理で少し冷やしてあげるっていうのが大事なのかなっては思っております。はい、なので室内栽培についてはもう少しちょっと私も検証しないとお話できないので、今しばらくお待ちください。はい、あとはね、さっき言った通り結構土の中潜っちゃうハエトリソウ結構いるので、土の中潜っちゃうと成長点詰まっちゃって成長阻害されちゃったりするので、そこはちょっとよく観察してあげることがおすすめかなと思いますので、ぜひ見てあげてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。だいぶ改善してきたかなと思うので、治りましたねって思ってくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。あとはね、概要欄から各種 SNS のフォローもぜひ、よろしくお願いいたします。だいぶ涼しくなってきたので、ハエトリソウ他の植物もね、シーズンに入ってくるかなと思います。ぜひ皆さんでこう紅葉を楽しんで、植物もっともっと楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやマジでこの遮光が相当効いてるんでしょうね。マジで仕上がり良くなりました。やっぱちょっと光量強かったんですね。なんか虫みたい。